そうです。今日そうだね。今日のタイトル FBI の試験を東大生が解決するっていう。あ、そうですね。そういう感じ。これが解けたらじゃあ皆さんももしかしたらミッションインポッシブルかも。ミッションインポッシブルかも。うん、できないことがね、できるようになるかもと。何？いや、それは CIA だよって突っ込んでくれた。わかんないよ。ミッションインポッシブル。難しい。そんなミッションインポッシブルファンじゃないから。CIA かって言われたの。そう、なんか待ってる感じしたから、俺なんてリアクションすればいいんだろうと思ったら。FBI じゃないんだね、あれは。CIA なんですね。今日はね、CIA じゃないんですよね。FBI の。もしかしたらプーチンさんも認めてるかも、くれるかもしれない。それなんだ？ FBI？ 何？違うよ！ CIA。KGB だ！わかんないよ。難しい、難しい。ツッコミが難しいよ、ちょっと。レベルが高いですよ、それは。それは難しい。レベルのね。はい、ちょっと今もうちょっと精進した方がいいね。ああ、もう分かりました。そういうのってどうやって調べたら出てくるんですか？いやいや、もうそれ一般常識ですよ、ね。いや、難しい。ちゃんと覚えてきますね。ジェームズ・ボンドに打たれるよ。コメント助けてほしい。コメントでね、もう僕がツッコミに困った時はコメントで助けてください。ジェームズ・ボンドにね。007からだよ。おい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 。おい、お前、お前本当にバラエティに出んのか？おい、そんなんでバラエティやってくると思ってんのか、おい。大悟からバラエティのダメ出しを食らうっていうね。俺も全然バラエティに出たくないけど。出ないぞって言ってる人がね。そう。出ないぞって言ってるのはバラエティじゃない。あ、クイズ番組ね。はい、クイズ番組で。クイズ番組には出ませんよ、僕は。難しいよ、ツッコミがちょっと。ボケが複雑だよ。あれでクイズ番組で答えられても、今のバラエティで逃したらもう完全やばいですよ。ちょっとね、押されちゃう。クイズ番組だったらまだ一番最初の登場画面で出れるけど、バラエティだったら今のやっちゃったら、お前もうひな壇になんか背景で座ったよねぐらいな感じで終わるで、一番痛いやつだね、それ。ちょっと映ってるけどみたいなね。ちょっと映ってるけど、見切れちゃったみたいなぐらいな。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。